今年の巨人、弱いようで強いようで弱いようで強い、安倍のせいで意味不明や、ジェットコースター野球で巨人ファンを楽しませるエンターテイナーや、動きたくて動きたくて仕方ない感じが前監督にそっくり。夏には修正しとるやろ。ジェットコースターというか綱渡りだと思う楽に勝てる試合がない。短期的な総打つやね、長期的な総打つはヤクルトやけど、打線は強くないけど投手がようやっとる上振れ感はあるが、大城がおらんから巨人の誇るお前さんたちの炎上が見られないのが残念や。勝ちパは安定してる、ビハインドだと采配がぐちゃぐちゃになるんよね。内野守備はセリーグぶっちぎりやろ。阿部は岸田がお気に入りなんか。今日4得点した結果平均得点が 2.6 にアップ。2点先制されると絶望感しかなくなる。大城のせいで低迷してたって事実にアンチが気づくのはもうちょい先だろうな。巨人ファンは気づいてる。18時前にスタメン見て、試合は水に21時前後に結果を見て、勝ってたらハイライト見る生活になってる。投手陣と守備がカチカチなので、今の巨人に先制されるとほぼ負ける。他球団ファンからしたらこれで阿部が叩かれる理由がわからん。要所は前任時代からのレギュラーが占めてるけど、前任時代課題だった部分にはようやくメスが入ったところ。ご視聴ありがとうございました。